八神大志彦神社は、富山県黒部市にある神社である。明治時代までは、三島大明神と呼ばれており、明治時代に現社名となったが、現在でも三島神社と呼ばれている。大山積神、少なびこなの神、かすぐるとっち神を主催神とし、孔子神として、天照須大神を祀る。創建については、諸説あり、後見天皇の御用に勘定されたとも、東方のカレー。 沢村の山頂から、御手倉が飛んできて三日市に泊まり、それを土地の人々が祀ったところ、三体の神像が出現したので、三島大明神と称して信仰したとも伝わる。縁起式神明朝では勝者に別格している。三島大明神という名の由来については、鎌倉時代に佐野現在門が伊豆の三島神社を数形し、三島神社の桜の枝を取り寄せて、 当社境内の木に継ぎ木したことによるという伝承もある。当社の新門は、桜井桜と呼ばれる桜の門である。元は、現在地より、北、約500メートルの地に鎮座していたが、天正8年に現在地に遷座した。明治6年に建社に、列格し、大正14年6月24日、三日市周辺にある神社を合祀した。昭和17年。 基礎提出後、両財払い下げのヒの木を使用した、現在の社殿が完成した。三島の大家焼き境内は、黒部市指定史跡となっている。飛び地境内にある、桜井の馬化富士、三島の大家焼は、市指定の天然記念物である。鶏が新種とされており、元禄2年に奉納された鳥の絵馬が残されている。ありがとうございます。